こんにちは皆さん、タバコを吸っている方、ここを通っている方、待ち合わせされている方、ちょっとだけ耳を傾けてください。今日5月17日は何の日だか皆さんご存知ですか？同性愛者、あるいは、同性愛者や性的少数者 LGBT は病気だと思いますか？病気ではないと思いますか？5月17日はアイダホです。国際反同性愛者差別デーという形になっています。この日5月17日は WHO が同性愛を精神疾患ではないと認定した日になっています。今日私たちはこの新宿東南口の駅前で私たちの声をみんなに届けたい、日本各地の性的少数者の声をみんなに届けたいと思って、こうして街頭でイベントを行っております。チラシも配布しておりますので、ぜひお受け取りください。また受け取ったチラシは、途中で捨てたりすることなく、お家に持って帰っていただいて、ご家族、恋人、ご夫婦、お子さんと一緒にぜひじっくり見てみてください。そして話し合ってみてください。では、はい、ではメッセージの方を読み上げたいと思います。近畿地区、アイダホネーム、ジャン・マリー・ルクレールさんからのメッセージです。大阪府堺市の音楽家の方です。僕がセクシュアルマイノリティであることを自己受容できたとき、この世の中の全ての人が何らかの苦悩・苦痛を背負っていること、その苦悩・苦痛に軽・重はないこと、ライフスタイルが多様であること、他人に多大な損害を与えるものでもなければ、どんなライフスタイルも認められてよいこと、マイノリティもマジョリティになること、無知は罪だということ、他者を自分の基準で判断してはならないこと、他者のことを興味本位で検索してはならないということ、そして世の中の合意点、矛盾点に気づくことの大切さを知りました。長い時間はかかると思います。マジョリティとマイノリティを隔てている垣根ができる限りなくなるとき、それが取り払えるとは思いませんが、しかし低くなるとき、低くなるときが与えられると、マジョリティとマイノリティを隔てている垣根ができる限り低くなる時が与えられることを願ってやみません。続きまして、アイダホネーム、カズさん、大阪のフリーターの方です。異性愛者の皆さん、安心してください。皆さんがどう頑張っても同性愛者にはなれません。人間はみんな生まれつきの性嗜好、生まれつきの性自認なんです。僕の場合、生まれてみたらたまたま同性愛者でした。まあ、もし普通の人と違ったのは神様のいたずらかな。でもそんな神様の遊び心、僕は嫌いじゃないよ。僕は同性愛者に生まれてきてよかったって仲間に出会ったことで今じゃ胸を張って言えるけれど、過去の自分はそうじゃなかった。自殺まで考えたことがあった。程度は違っても今も悩んでいる同性愛者はいっぱいいると思う。もしあなたのそばにそんな人がいたら、悩みだけは聞いてあげてほしい。ちなみに最後に言っておくけれど、同性愛者は同性相手が同性だったら誰でも好きになるわけじゃないから、そこんとこ誤解しないでね。かっこ笑い。ただ友達いてくれること、それだけでいいんです。じゃあ皆さん、これからもよろしくね。続きまして、大阪の大学生の葵さんからのメッセージです。当てはまる方に丸をつけてください。1番男、2番女。こんな質問にはもううんざりです。好きな異性のタイプは？これにももううんざりです。セクシャルマイノリティでよかった。マジョリティなら見えなかったことを見ることができたから。
セクシャルマイノリティで残念。所詮マイノリティ扱いされるから。続きまして大阪の大学生ともやんさんからのメッセージです。人間でよかった。さまざまな思考に寛容性と理解への努力ができるから。人間で残念だった。何かを失ったり傷つけたりしてまで周りの意見に合わせたい時があるから。